はい、本日のゲストはソニーさんです。でもあれやん、ソニーさんも共演しとるべ、うん、見てたよ。あ、ありがとうございます。急にないやん。はい、あら、そうなりました。うって、まあ、甘なちたやけどね。そうです、うん、俺は一切踊ってないから。はい、こっちの人ちょっとこうできるような。あれ違います。違う全然ない。そこでこうちょっと広末と私どっちみたいな。広末と内山どっちみたいな。そうです。私はそこで見てないじゃん。お前見てないよ。全然見てない。あれ天野くんと私は天野さん、ね、そこよくでもご存知ですね。結構ね、元これ見てたんで。あ、元これじゃない。元これだ、元これだ。どうもと一枚いった。それでは参りましょう。どうもと一枚いった。ソニーさんに質問です。子供の頃の夢は何でしたか？アイスクリーム屋さん。子供の頃はどんな女の子だったんでしょうか？すっごく活発で、踊りながらいつも歩いてましたね。子供の頃のあだ名は何ですか？しのぶちゃんです。なぜそう呼ばれていたんですか？なんか子供の頃が大竹しのぶさんに似てたらしいので、よくしのぶちゃんって言われてます。では、はい、子供の頃の忘れられない大事件を一つ教えてください。変なおじさんに誘拐されそうになりました。志村けん。そっちじゃないです。なんでなんでよ。そういう変なおじさんで。その時の状況を聞かせてください。家を出る前に、家の前にちょっと怪しげなおじさんがいて。志村けん。変なおじさんじゃないです。なんかどこ行くのって言われたので、公園って言って、私は一人で公園に出かけたら、後からついてきて、そのまま抱っこされて、公園の外出て、ずっと歩いていくから、あ、そこでさすがにこれはやばいって、あ、これ多分誘拐されるんだなって思って、大声で、下ろしてって言ったら、下ろしてくれて、そのまま。チャリンコをこう早こぎしながら家に帰りました。怖い怖い。大事なくてよかったです。あんまりこもってないよね。な今子供の頃に戻れるなら、はい、一番やってみたいことは何ですか？そうですね、このままの能力であればちびっこカラオケ大会を総なめしたいですね。朝起きたらまず何をしますか？朝起きたらトイレに行って体重を測って、その体重を記入して、その後お水を飲みます。毎日体重測った？そうです。ここ最近毎日欠かさずにしていることは何ですか？片付け、部屋の片付けです。休みの日は何をしていることが多いですか？部屋の片付けです。寝る前に必ずやっていることは何ですか？部屋の片付けです。そんなに散らかすのか？もう寝る前は絶対に右よし左よしみたいな感じで全部チェックして寝ますね。 OK って寝ます。では最近のお買い物で一番のヒットは何でしたか？はい、スケルトンのクリアチェア、はい、透明の椅子です。では家の中で気に入らないことは何ですか？洗濯機の場所がちゃんと収まってないところです。いいな、そういうすごくいいな、そういうなんか生活に。最近一番怒ったことは何ですか？トイレの順番待ちをしたら順番抜かれて先に入られたことです。どういう状況だったんですか？場所が韓国でなんですよ。ロケ中にお手洗いに行きたくて、本当に我慢できなくて、お店のトイレを借りようと思いまして、借りたら結局中に入ってたわけですよ、人が。なので待ってたら、ちょうどガチャってその人が出てきた時に横からシュッておじさんが入っていったので、ちょうどおじさんというとね、全部志村さんやないか。違います。
男女共用なんだ。そうですそうです、一個しかないので。そこに入られてシュッて入っていったので、私びっくりしてもうムカついたので、ガチャッと押してグッて開けたんですよ。私が先だって。じゃあ、いや俺の方が先待ってたって。え、それ韓国語で言うの？そうですそうです。なんて言うの？나고싶빨리맞빨리승금기다렸는데제제가먼저이제って言ったら、あっちは안녕하세요って。そう、それでもうそのまま入られちゃったんですよね。もう私ムカついてそのトイレ入らなかった。別のお店行ってトイレ借りました。あかんな、それ。では、そのおじさんに今一言お願いします。次したら、かかた落としします。最近涙を流したのはいつですか？ほぼ毎日ですね。その涙の訳を教えてください。私涙を流す芝居が下手で、すぐ流せないので、いつも涙を流す練習をしてます。お芝居の練習をしてます。あ、なるほど。偉いね。あのテレビとか見てな、泣くシーンとか結構いっぱいあるじゃないですか。で、そのシーンを見た後に私も同じシーンで一緒に練習するんですよ。泣けなかった、クソ、負けたとか思って。ばあさんや、じいさんや、じいさんや、絶対ない。宝物は何ですか？宝物は、実家で飼っている猫のももちゃんです。集めているものは何かありますか？集めてはいないんですけど、集まっちゃったもので携帯飾ってます、たくさん。携帯電話ね。そうです、携帯電話。自分の体の中で嫌いなところはどこですか？つきすぎた僧帽筋がちょっとね、女の子らしい。説明してあげてください。僧帽筋、僧帽筋っていうのはここの筋肉なんですけど、なんつって、ここをちょっと首短く見えるからな。こうやってやると出ちゃう。そう、首短く見えるんですよ。あまり女性の方はつけない方がいいです。首短く見えちゃうので。ここに石鹸が入りそうなんですよね。ここを出してる。え、な、なんか、ボタンを押してすごいな。うわー、すごい。力入れてるの？このよくあの肩が凝ってここツボとかあるじゃないですか、うん、そこら辺です。そこら辺の筋肉をグッて、こうやって鍛えてたんですね。これダンベルとかでこうやって、あのテレビやで言うと思っきりケツ向けてる。これはちょっと取りたいですね。それでは質問を続けます。自分にとっての一番の贅沢とは何ですか？マッサージを受けて、その後に疲れないようにタクシーで家まで帰ることが最高の贅沢ですね。そのままタクシーで帰って家でバタンって寝るのが幸せなんです。いい子、そういう贅沢はいい子だね。では他人に指摘されて初めて気づいた自分の変なところはどこですか？言われたんですけど、芸能人なのによく同じ服を着てるねって。いや、まあ別にな、そんなんな、芸能人なのに何のな、はい、うるさいんじゃ、光景もうここでどついたったやん。ちなみにうちのマネージャーですけどどうも失礼します。それでは男性を見るときに最初に目が行くところはどこですか？目が行くところはやっぱり顔ですね。どういう顔が好き？男性の醤油顔かソース顔か。するするする。醤油顔かソース顔かで言うと醤油。醤油、これは醤油なんでしょ？これ醤油？違う。え、高田さんはどっちかというと醤油なんじゃない？醤油、醤油。ああ、そうなんだ。これどう見たってブラックソースじゃん。なんで笑ったかっていうと、みんな認めちゃうから。認めてるのかな。すごいびっくり
ました。なるほど。テレビ向こうだって。それでは、はい、思わずドキッとする男性の仕草はどんなことですか。普段クールな人がふっと笑った時の笑顔。それでは、はい、次に挙げる言葉から連想することを、はい、一言でお答えください、はい、芸能界いろんな意味ですごいところ恋愛難しい結婚30までにはします男性不思議な生き物ですね堂本光一空飛ぶ王子様それでは堂本剛ナイーブな王子様お前王子様って言われたの初めてじゃんいやいや結構言われてるそれでは最後に、はい、ソニーさんの一番色っぽい表情を見せてください無理じゃソニーさんありがとうございましたいろいろ聞いていきたいと思いますが変なおじさんに誘拐されそうになったこれは本当に怖いことですね、うん、俺子供と公園で遊んでてパトカー呼ばれたことあったよ自分の子供で誰かが通報したんだ通報したんだ変なおじさんが子供だって遊んで自分の子供それ似てだからそういうのもあるんだっつのでもこの格好で遊んでたら多分通報されると思う通報されちゃうされちゃうかな変なおじさんとか言うよりも変な生き物で通報されるな変な生き物なんか緑に光ってるキムさんそういうのないあのこういうのはよくあったあ何これ裸を見せる人とかはすごい痛いあれってキャーって言うから喜ぶらしいで、うん、そうだからちょっと知恵もついてみたいなんですけどちょっとそれもちょっと逆上手みたいでああそうハーってやってうわちっちゃとか言うそれも言ったこともあるのあるのあるうわちっちゃとてもいいのでっていうのあったりでしたけどだからもうでもそういうのすごいあったりそのまま突っ込んだったよかったねチャリンコで違うで自転車雨の日自転車に乗ってて傘を差してると、うん、なんか原付が後ろからブーンってくるから、うん、何かなと思ってパッて見たらすごいズボンがここまでずれててムードライダーかっこいいな逆にムードライダー下がってんでしょだってそうズボンでうわっと思って、うん、傘でこうグン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 やってでも全然向こうはもうなんてことなくこうずっとブーンってついてここ見えてんの丸見えですよあららうれしい本当に続いて、最近毎日欠かさずしていること片付け模様替えしたんですよ最近、うん、で模様替えする前はもうすごい汚くてこれ自宅ではいそうです前はそういう下に脱いだ服だとか、うん、もあの仕事帰りのその荷物だとかそういうのが結構もうポン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 置いてたんですけど、ね、今はもう絶対片付けて寝るんです、はい、これ何これはあれですあの冷蔵庫の中身に何が入ってるのか入ってないのかとかあれあの磁石の絵は全部自分でイラスト描いたんですちょっとぼやけてるんですけどあのさこれ一人で描いたのそうですないねあるよないねって感じ冷蔵庫開けたら分かるやんだって冷蔵庫開けたり閉めたりするのが電気代がもったいないんですよいつもに流れるでしょ結構充実してる冷蔵庫は飲み物が充実してますねミルクと黒酢と野菜ジュースとスポーツドリンクが絶対入ってます体にいいものばっかりはい何牛乳飲んでます普通の普通の私は無脂肪牛乳飲んでます偉いね、うん、死んでない牛のやつさあそしてスケルトンチェアを買ったというふうにねはいこの椅子は欲しかったですか欲しかった珍しくないですかあのこういうなんか普通の四脚のやつはよく見るじゃないですかスケルトン、うん、でこういうのを雑誌通販雑誌で見かけて、うん、でももう
売り切れてたんですよ、うん、でもこのタイプがずっと欲しくて探して探して探してほんと3ヶ月間ぐらい探していらんやん、ね、えソコンチェアが欲しかったんです。で、この透明タイプが一番ぴったりだったんです。透明なくたってええやん。いや、違う、あれにそうやって何を見せたいの。違うんですよ、あのパソコンが Mac で白ですごい可愛い感じなので、それちょっと邪魔しちゃうとダメなんで。絶対寝ぼけたらこう、わからなくないですか。いや、そんなに、そんなにスケルトンじゃない。長く見えるだろうよ。見えるわ、これは。続いて、家の中で気に入らないことをこんだけ綺麗にしててもあると、はい、洗濯機の置き場ちょっと距離空いてるってこと。あの実はあのここの壁の横にトイレがあるんですよ、うん、こういう風にの、うん、反対からトイレがある、トイレあるね。今の逆に見たんです、お風呂側から見たんですけど、ドア開けたら洗濯機がまず出てくんねや。そうです。でだからこうやって入ってトイレに入るんですよ。え、トイレ飛んでもって風呂場に続いてるんだ。排水口のところが後ろにあるので置けないんですよ、ね、あ、下にあるやつ、はい、なので洗濯機の台を買うと解決することなんですけど、あげちゃえば。そうです、注文してきてないのでこういう状態で、ね、一番今不便ですね、ここが。なんとかした方がいいよね、これね、はい、さあ、そして宝物、はい、猫、ハイヒールのももちゃん、ももちゃん。あー、猫か、はい。あれやって、あれやってよ、可愛いって言ってんのは言ってる自分が可愛いと思ってんねんって。え、違いますよ、本当に可愛くないですか。あの飼い主やからまだええけど、はい、あの飼い主もないのに可愛いって言ったでしょ。そういう人はそうやって言ってる自分が可愛いでしょって言ってんねんって。本当に、だってそういう風に言っててんもん。いやでも正直本当に、あ、可愛いって言ってる人と、かわいいって言った後にちょっと周り確認してるやつほんまおるで。ほんまにちょっと私そんな感じなんですみたいな。何のアピールやねん。ほらかわいい、笑顔かわいい、かわいい、かわいい、口開けてるの。ミッキーって言ってる。それか、どうもハイヒールでしたっていう。どうもと、ハズゴの名言集。まずはですね、2004年の2月号月刊誌での名言です。最近じゃないですか。ソニーさんらしいロケの待ち時間の過ごし方、これは覚えてないですか、自分の。覚えてないですね。じゃあ聞いてみましょう、うん、待ち時間に後ろ回し蹴りを練習してたんですよ。後ろにあったガラスに当たってバリンって割れちゃったんです。で、足から血がドバドバ出て。かっこ笑いやん。だいたいなんであなた後ろ回し蹴りなんかしてるんですか。映画の撮影で、あのアクションをやったんですよ。アクションで、それで癖でよくこう回し蹴りだとかそういうのを練習してって、後ろ回しをキュッてこう綺麗に決まるように一人で練習しながら現場に行ってるんです。すごいやっぱり廊下って狭いですから。でやってたらそのまま横のそのガラスあるじゃないですか、ガラガラガラってパリーンって割っちゃって、うん、でもう足の裏から血がブワーって出てきて、でその後お風呂のシーンだったので、すぐに病院行ってこういう袋をつけたまんまお風呂に入ってやりましたね。ビニール袋だったら浮いてくるんじゃないですか。浮いてくるかもしれないね。浮いてくる、浮いてくるかも、そうかも。浮いてこなかったんですよね、きっと。ごめん、また。え、後ろ回し蹴りってどんなんだと近所は思う動き。ちょっとやってみて。後ろ回し蹴りだ。かかと落としをやってほしい。見たことないんですけど。まずかかと落としから。多分こうやって。なあなあ近所、それは攻撃してんの。どうもどうも、ベストヒット高見。今夜はですね、I love you がテーマです。 VTR をどうぞ。永遠のスタンダードワード、 I love you。 I love you、 I love you、 それは究極の愛の言葉。シンプルでストレート、
そして熱い情熱を秘めた言葉なのです。 I love you, okay. その美しい言葉は愛情はもちろん、時として青春、人生、平和までも表現しています。という言葉は美しいメロディーに乗って時代を超え人々の心に響き、永遠のスタンダードとして歌い継がれていくことでしょう。今夜は永遠のスタンダードワード I love you にスポットを当てます。はい、ということで I love you っていうのはもう一つのワードとしてですね、なんかこうメッセージを持ってる力強い言葉なんで、こんなにたくさん I love you というタイトルの曲があるんですけど、ソニーさんはこの中で一番 I love you というタイトルで思い出深いという曲あります？なんか最近でも1997年の河村隆一さんの I love you は聞いたことあります。河村隆一くんね。でやっぱり尾崎さんのはすごく有名なので知ってるのと、元カレの現場で私すごいギター持ってる割には下手なんですね、だからなんかいい練習曲ないですかっていうことを聞いたら、あ、じゃあ I love you 練習曲にするといいよって言われて、そう天の声だ。あわあ。いい場所けよってずっと歌うから。いつも前室とかで俺がアイラブユー弾いて天の声が歌ってっていうのをやってたの。じゃあ今夜はですね、ソニーさんにその思い出のアイラブユーという曲をですね、はい、韓国語で歌っていただきたいと思います。はい、해줄 말이 없네요. I love you. 의미 없는 말이 되었지만 사랑해요. 이제 와선 무슨 소용 있겠어요. 다신 볼 수 없는 돌이킬 수 없는 걸 잘 알고 있지만 어떻게든 그댈 잡아두고 싶은 걸 사랑하지 마.